チャンネル。さあ今回も野田市中部にあります宗像の田園地帯からお送りしていきます。前回は絶滅危惧種の薄毛蝶仕立てが出てきてびっくりしたな。そうだね、今回も面白い草花たちが待ってるよ。そして今回もゲストの金津さんと見ていきます。前回登場したおじいさんはおりません。それでは見ていきましょう。あれあれ、白玉っていう植物の木の実ですね、うん、あれは食べられないの？あれも食べられないですね。で、実はこれ11月にお花が咲くんです、うん、で、今赤い実がなってますよね、うん、花と実が同時に楽しめる。なるほど、へえ。いいですよね、1年かけて熟すまでね、うん、白玉は樹高15メートルにもなる常緑樹で、鬱蒼と茂る樹種の一つなんだ。花は10から11月頃に咲いて、花と果実が同時に見られるのが特徴だよ。春に芽吹く新芽は産毛がびっしりと生えていて、ベルベットのような肌触りなんだ。で、これは青木って言うんですけど、青木、はい、はい、青木だから青木。そのまんま。青木さんいますか？あ、そのまんま。そのまんま。青木さんは周りにいますか？青木さんあんまいないですね。私もあんまってことかな。多少いたかった。小学校の同級生にはいたけど。で、その青木さんのところにほら、でこれはオオカマキリの卵なんだ。どうも貴重なタンパク源らしくて、うん、鳥さんはよく食べるんですよね。ああ、そうなんだ。私たちもた、いや、いいです。あ、いいですか、うん、昔、夢を、子供の頃夢見たのが、はい、なんかね、自分の母親がお腹がね、こうカニみたいにパカって開いて、はい、そこからカマキリの子供みたいなのがいっぱいわさわさ出てくるっていう夢を見て、そういう夢はなんか嫌だな、泣きまくってた記憶があるんですよ。それは嫌な夢ですね、うん、なんかあったんですか？あ、モズ、モズです、うん、モズっていう鳥の高鳴き、はい、秋の声ですね、これ。これは松、松じゃねえな、なんだっけな、なんだっけな、まあ、春にみんなから嫌われてる杉、すごいつけてますよ、ほら。ああ。ねえ。やばいね。やばいですね。やばい人はやばいね。はい。やばいです。私ちょっと気づいたのが、うん、これちょっと上にやると、これ。あ、バッタさんだ。殿様バッタさんですね。うん、串刺しになってますね。ありゃ。やりました？やってない。やってない。実はこれモズの仕業なんです。あ、さっきの。モズの早逃げって言いまして、うん、モズが捕まえてこう刺すんですよね、あちこちに。なるほど。カエルとかね、それからいろんな虫とか、クモとか、うん、ちっちゃなヘビとかトカゲも刺しますよ。あ、これいいじゃないですか。ね、食材。これは嗅いでみてください。ん？ニラ？はい、ニラです。ニラはこうやって生えてます。もうお花が終わってね、この種になってます。ニラだ。ニラ。ニラはね、種でどんどん増えるんで、うん、あちこちに野生化してますよ、今。よくほら、これとなんか水仙、はい、間違えて食中毒で死んじゃう人多いよね。はい、なのであのこの水仙はこの匂いしませんので、うん、匂いを変えず。ね、これニラの匂いだもんね、思いっきり。はい。うん、餃子作りて。これあれですよ、芝の仲間なんですけど、うん、日本在来の行儀芝っていう。行儀芝、はい、行儀よく並んで葉っぱが並んでついてるので行儀芝らしいです。あ、日本のなんですね。これは、はい、日本の。こうやって左右に行儀よく ついて見えるんで行儀芝って言います。はい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 、行儀芝、はい、こういうお花ですね。あ、これがお花なんだ。はい、ほいほいほい、目立たない地味な、うん、まあ目立たなくて地味なお花っていうのは、うん、虫さんに花粉じゃなくて、うん、空気中に花粉なので花粉症の原因なんです、うん、なるほど。行儀芝は野芝に近い仲間だけど花の形が違うため分類上は別のグループになってるんだ。ちなみに行儀芝の仲間は芝生として使われていて、中でもティフトンと呼ばれる品種は国立競技場でも長年使われていたんだよ。あ、カラスビシャクがありますね、ここに。カラスビシャク。カラスビシャク。はい。お花が咲いてれば明らかにわかるんですけどね。で、これ実はこういうとこにね、これムカゴっていう球根みたいな、これね、うん、これがポロッと取れる。あ、
ポロッと取れるんですけど、うん、これも種みたいなもんなの？これ巻けば出ますよ。とこれも、うん、向かおうで、この中も球根みたいなのが取れるかな、うん、あ、あるね、ね、はい、うん、こういうのもポロポロって取れて、まだちょっと成熟してないから取りにくいんですけど、ムカゴって食べますよね。で、はい、でもこのムカゴは食べないムカゴ。ただあの別名ハンゲって言うんですこれ。あの聞いたことないですか、ハンゲ。ハンゲ。ハゲじゃないですよ。うん、半分の夏漢方薬に入ってるんですけど、なんとかかんとかハンゲ草とかね、うん、漢方薬として使われるのはこのハンゲ。うん、はい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 。カラスビシャクは畑の雑草として知られていて、地中の球根でどんどん増えていくんだ。別名は半分の夏と書いて半夏と言って、半夏小というのは7月2日頃を指していて、カラスビシャクの生える頃という意味なんだよ。はい、それでは先ほどまではいろいろとありがとうございました。あ、いいね。あの、はい、はい、今日これからあの実はこちら野田市農産物直売所夢あぐりというところに、今やってまいりました。こちらがですね、野田の農産物を、はい、いろいろ売ってるところなんですが、野田といっても結構広くてですね、はい、山崎から、関宿の方までいろいろあるんで、はい、そのいろんな野菜がここに来ると買えるという非常に便利な、はい、お店ですね。農産物からお米から、いろいろありますので、これからワプちゃんと一緒にちょっとお買い物をしたいなと思います。それでは行きましょうか。行きましょう、はい、はい、じゃあ買い物しましょう。はい、はい、それでは、夢あぐり野田さんの店内の方に入ってみたいと思うんですが、はい、まずこの入る前にですね、いろいろと並んでますね。今日はさつまいも、うん、はい、こういうね、さつまいも紅はるか、ね、非常にね、意外と安くに、これで210円、はい、こっちこんだけ入って220円ね、安く販売しております。今日はこれ使うんですか？うん、でね、紅はるかにしようか、あとこっちの紅あずまっていう品種があるんですけど、このね、紅あずまっていうのは結構ホクホク感が出るお芋なんですね。はい。で、こちらの紅はるか、紅はるかも、関根さんのにするか、メラさんのにするか、メラさんにするかなんだけど、はい、紅はるかっていうのは結構あのねっとり系 の、 あの焼き芋とかに向いた食材なんですね。で今日はこれを使ってパスタに仕上げたいと思ってます。ということで、紅あずまの方がいいのかな、紅あずまの、はい、そうですね、まあ、パスタはそんなにいっぱい作るわけじゃないからちっちゃいのにいただいていきましょう。ちっちゃいのねえな。どのぐらい作るんですか？何人分ぐらい？2人前3人前ぐらいかな。3人前ぐらい、このぐらいでいいかな。店長さん、店長、じゃあこれをいただいていきます。まずこれですね。はい、それではちょっと店内の方に入ってみましょう。はい、店内の方やってまいりました。それと今日はちょっとパスタ作ろうと思ったんですけど、ほうれん草が今とても旬なんで、そうですね、はい、これを使った、はい、オムレツ、オムレツ作ってみたいなと思いますので、コロッケ、コオロギのあんかけはやんないです。はい、パピちゃん、美味しい生活ですよ。いただいてみましょう。気にしなくていいんですか？大丈夫です。はい、どれも新鮮。どれも新鮮。はい。はい、キャベツも、今旬ですね。はい。キャベツも1個いただいておきましょう。はい、で、あとこちらはですね、野田、この紹介野田市の食材だけじゃなくて、はい、千葉県内いろんなところから入ってますんで、はい、非常に豊富な品揃えで、はい、販売しております。あとこういったですね、これはあの関宿にあります、佐賀菜こんにゃくさんのこんにゃく等も置いてますね。こちらで美味しいです、はい、お店でも買えます。あとこういった、これもやはり地元の、ハリガイさんとこのハリガイ製麺の中華そばとか、まあ、今日はちょっと使わないですけど、こういったものも置いてあります。あとこれも関宿、関食品さんの、お豆腐、こちらもですね、この国産木綿の、お豆腐、国産のこの大豆を使った豆腐ですね、これが非常にですね、味が濃くて、美味しい豆腐です。これもぜひ皆さん一度お試しいただければと思います。こんなことばっかりやってっから俺こんな体験になっちゃうんだよ。いやー、いいんじゃないですかね。
これも今、流通だいぶし始めました、落花生なんですが、これね、大まさりという品種で、茹でて食べるのに、ね、非常に美味しいですね。でこれ現状生なんですよ、うん、なかなかこの生の状態で売ってるっていうのはね、そんなにないんですよ、ね、なかなかないんで、はい、であとこちらは、まあ、こういったお惣菜も販売してますので、あ、これ私よく買いに行きますよ、うん、こっちはお昼時とかね、お弁当、おもくちらしを私もよく食べます、はい、こういったこのお団子も美味しいんだよね。あ、お団子、はい、ちょっとまあダイエットのために買っちゃしかない、あとこれがあのおまんじゅう、小麦まんじゅう、はい、ね、あの私、あ、これ5個買ったとして、うん、どのぐらいで食べきります？瞬時3つだったらいけっか、あ、私もそれもいいんだ自重して卵もちょっと買っていきましょうか、はい、オムレツにするって言いました、うん、そしたらこれはいいですよね、あのやっぱりこの野田の卵、和田の卵って書いてありますね、うん、あ、和田の卵か、和田さんか、はい、野田で和田さんが作ってる和田、そう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 、はい、これもいただいていきましょう、実はね、さっきあのあれだよね、ニラを蒸してきたんだよね、はい、なんでこれで卵でニラ玉を作ってみよう、でコオロギも、コオロギはだから入れないで、まあこんな感じのお店なんですが、はい、さあちょっとですね、そうしましたら店長さんに話をお伺いしてもいいのかな、どうしましょう店長さん、まあせっかくそこにいらっしゃるみたいなので、うん、聞いてみましょうか、はい、こちらの夢あぐり野田というのは、はい、いつぐらいにできたんですかね、この建物はですね、はい、野田市の農家の方の草取り野菜、はい、それから障害者の方の作った農産物とか、はい、そういうものの販売する場所、はい、それと市民の方に新鮮な野菜を届ける場所として作られたもので、はいはい、合わせて農家の農業の振興、それと障害者の働き方の振興、はい、それが目的に平成20年に完成したんです。20年の6月から、うん、営業しています。11周年、あ、そうです、11周年目です、ね、あ、11周年、はい、はい、なるほど、わかりました。大体何軒くらいの農家さん、大体200軒弱、まあ、その農家とそれから加工品と、まあ、それからお肉の業者の方もいらっしゃいますので、はい、200軒弱の方、あ、そうですか、はい、なるほど、分かりました。で毎回あれですよね、それぞれ旬の野菜が朝どれで入ってくるような感じですね、毎朝届いております、はい、やっぱりお買い物来られる方は市内の方多いんですかね、まあ、市内の方はもちろん近隣の方ですね、はい、中には枝豆とか、まあ、最盛期には遠くの方からですね、お買い物というのも、あ、そうですね、そう、そうなんですよ、野田はね、枝豆では有名ですからね、枝豆、ここも枝豆の時期に買いに来るんですよ、あ、初物、初物、はい、うん、美味しいですよね、はい、それとあと大体今のこの時期の旬といいますと今、10月の15日ですね、はい、うん、今日今こう入れてたなんかほうれん草、キャベツ、さつまいも、あとこの他に何かありますかね。ですね、今日から出始めました。はいはいはい。それからキャベツ、かぼちゃとか、はい、根野菜、はい、里芋とか、はい、そういうのがだんだん上回ってきます、ね。なるほど、わ、はい、かりました。だいたいこちらあれですかね、一日何人ぐらいとかって、そうですね、普通的に300から350人は置いていただいてると思います。結構いっぱいいらっしゃってるんですね、はい、わかりました。あと何かこう子供たちに向けてこんなものを食べてもらいたいとか、あ、 そうですね、そういうのってございますかね、まあ、この場所はですね、まあ、地の物の野菜や、はい、まあ、その時その時の新鮮な地の物の野菜がありますので、はい、まあ、それらを使ったですね、昔からの食材、はい、と調理して元気な体、食べていただいて元気な体を作ってもらいたい、はい、またその味、その感じた心を、ね、将来に向かって伝えていく、あ、そういう考えとか、ね、なるほど、わかりました。で我々消費者としてもですね、はい、こういうところで新鮮な野菜を使って、ね、家族でね、子供たちと一緒にこう料理を作ったりとか、やっぱり旬のものがうまいんだねっていうのをね、こう分かっていただけるように頑張りたいと思ってます。ご協力をお願いしたいと思います。はい、それではお忙しいところありがとうございました。はい、760円のお買い上げになります。
これだけ買って760円。なんかワプシャツ、ワプシャツ仲良しらしいですよ。はい、それではどうもありがとうございました。ありがとうございます、ね、はい、はい、ということで、これから料理をするんですが、野田市の中央公民館というところで、はい、料理をしたいと思います、はいはい、それでは、こちら、野田市農産物直売所夢上がり野田からは以上でございます。いかがでしたか。今回は草花だけでなく生き物たちも登場しましたね。モズの早逃げは衝撃的だったな。自然界の厳しさが伝わるシーンだったね。そうそう、夢あぐりはどうだった。新鮮な野菜がいっぱいあって美味しそうだったな。これで作る料理も楽しみだね。それではまた次回に。